礼します。ブロディア王子のディアマンドじゃない方です。わあ、綺麗です。神竜様の寝相も寝顔も完璧。ああ、それに比べて僕は寝相は悪いし寝言は言うしなんか落ち込んできた。おはようございます。あの神竜様の寝姿すごくお綺麗なんですね。あ、お気に触ったら大変申し訳ありませんでした。よし、続きやってきます。じゃない方来ましたね。ネガティブがすぎるやろ。いや、ほんと勇ましいモード大好きなんだけどな、アスタルークの。実際今もかなり強いしね。そっちバージョン見てみたいわ。はい。で、確かリンちゃん攻略しに行くって言った記憶あるんですけど、ガイデン。ちょっと裏作業をやってましたら、どっぷり溜まっちまって。めっちゃある。囲いちゃあるんじゃない？ちょっとこれは消化せんとまずいなと。そういう状態になりました。はい。で、あとあれですね、道具屋も、入荷したので、マスタープルフがまた2個ほど手に入ったので、それもやりたい感じですね。うん、ちょっと急遽。支援会話会挟んでいきます。じゃあ、絆会話からかな。そう、これもやらないと、そう、リンちゃんのレベル10にならんかったし、うん、今、これでしょ。じゃあ、リュール・アイク。いや、アイクまだちょっとな、世界に平和を取り戻すため、天空がやっぱ一単語というか、ちょっと時間差あるのが使いづらいしね。安心しろ、俺は傭兵だ。一度受けた依頼は必ず完遂させる。頼もしいぜ。一ターンで終わるのいいね。なんで絆会は本当ショーの終わりでいいなって言った記憶もあるやけど、そうしたもんやそうやよね。でリンが10だから B ね。5、10、20って感じか。C、B、A。いつも力を貸してくれてありがとう。いやマジでリンちゃん頼もしすぎるわ。頼りになります。すごく。エンゲージのね、回復ポイント、リンのために使っとるもん、最近。スタルーク。ありがとう。かわいいさ。また接触が。あ、録画は止まってない。あ、モニターの方が調子悪いのか。申し訳ないです。おそらくちゃんと撮れとるはず。ちょっと待って、機材があれなってきたからな。どうしても経年劣化がありますからね。おー、マーニカティ。レイピア型なんですね。リンちゃんが1章か2章、すごい序盤に手に入ったよね。これ。盗賊から奪い取るやつね。あなたが敵行者ですっつってそのままもらったやつ。で次はソウルカティか、人気の方ね。でフォガートエガか。いやここもね、硬いよ。気楽にやろうぜ。いやフォガートも強くなってきてるしな。こちらこそ。いやクロードフォガートなんて。なんだか君とは仲良くできそうな気がする。クロードフォガートは絶対仲良くなるやろ。肌の色も若干似とるしね。ああ。よし。で、絆終わりましたので行きましょうか。リュールミスティラか。いや、アイビーちょっと育てたかったんですけど、ちょっと前回のメインストーリーの絡みあって、ちょっと会話できる状態になってたので、ソラネルで。次あたりからガンガン投資していこうかな。貢ぎ物。やりまくって。じゃあ、リュールミスティラ。全員の3段階やるの大変やぞ、これ。やってたよ、神竜様。美味しいお肉だから、ほっぺた落ちちゃうかもね。いや、前回のムービーで見た肉マジでうまそうやったしね。ありがとうございます。めちゃくちゃ霜降りで。と
ても大きいですね。ステーキ。なんか祭りの屋台でこういうのあるよね。宮崎牛やったっけ。違う違う。500円ぐらいで買えるやつ。この量がかなりでかかったもんな。これくらい余裕だよ。ペロッといけちゃう。肉に関してはもうダイエットにもいいしね。何も悪いことないよね。うまいし。すごいですね、ミスティラは。肉食なのね。お。私はすごいの。何これ、歌？歌じゃないか。ただの声でかいだけ？ザルボ王国の第一王女だし。身につけてる宝飾品も。その丸い風船みたいなやつ？高いのそれ？ミスティラ、大声で身分を明かさない方が。何をしてんの？なんか意図があるやろうけど。この辺りは治安があまり良くないと聞いていますし。また盗賊来るぞ。髪の色変なやつ。うんうん。最近盗賊の被害が多くなってるんだよね。治安が悪い。まあちょっと戦争があるとそういうのなるね。治安が悪くなるのは必然性があるけど、ソルムもそんな感じか。だから何とかしないとって思って、こうして自分が親になって待ってるってわけ。餌ってか。肉とつなげたらしい。自分がお肉に。まさかおとりということですか。集まってきたところをしばき倒す。ああ、じゃあ前回のあれ出会った時もそれしとったってこと？たまたまリュールとフォーカート駆けつけたけど。あっち見て神竜様。さっきからずっとこっち見てる人たちがいるよ。ミスティラなんてもう有名人すぎるやろ、この国において。あれって族じゃないですか。早速おいでなすったわ。じゃあサクッとやっちゃいましょう。はあ、いや、あんま舐めん方がいいと思うけどな。敵強いよ、ちゃんと。次からは最初に説明してくださいね。ただ、あれか。まあ、一応、ルナティックは昨日乗ってきた感はあるけどね。忙しいね。なんか、ソラネル街に行くことを結構多くなってきたね。ユナカ・フォガート、おいおいおい、誰の女に手つけてんの、こいつは。今日も可愛い。呼び捨てよ。あ、いつやら、パ、違う、なんだっけ、ウェイの。あいつとやってた時の宴のことか。宴？ちょっと女子にはあんまり、よろしくないじゃないか。あれ、でも楽しそうではあるけど、変なことだなんかね。ユナカっていつも元気だし、楽しいことが好きそうだから誘ってみたんだけど、実際あんま好きじゃないんかな。また他の用事がある時に声をかけるよ。引きが早い、このフォーガート。チャラそうに見えて。どうした？突然話しかけられたせいで、つい本当の自分が出てしまいましたぞ。ほう、本当の自分。これだけ？この一文？あ、実はいつもから元気ってことか。このままでは私めの素性がうっかりバレてしまうかも。暗殺一家ってやつ？フォガート氏、待ってくだされ。これは参加する流れか？え？うん。いや。めっちゃ無理しとる。ああ、じゃあ、ヤッピーやら、ござるやら、頑張ってる結果なのか。何、過去の素性を隠すために。なんか、無理してない？速攻バレとる。無理なんてとんでもない。私には楽しいことが大好きですぞ。これは誰かの支援会話で、実は、頑張っていたのでござるっていうやつか。宴なら何件でも付き合うゆえ、ぜひぜひ連れて行ってくだされ。なかなかできた子やね。けなげやけど。やっぱりね。ユナカとは気が。誰にでも言うとんな。それじゃ早速宴に行こう。この流れでわかるんかな、ユナカについて。こういうご時世だからこそ、遊ぶときはとことん楽しまないとね。あんま変なことすんなよ、フォガート。そうですな。ノリノリになってきた。酒とか
どうなんだろう、酒とかはないんかね、宴。宴やからな、ありそうやけど、酒に関しては。じゃあ、ルイ、あ、男、男じゃない、女たらしが、ぐいぐい女子に食い込んでっとる。じゃあ、ルイアイビー。おいおい、早くない？なんでここ溜まんの早い？花柄が可愛いですね。いかがですか、ロングスカート。アイビー王女。楽しそうにおしゃべりをしている女性たちは。ああ、これ前回、アイビーに対して言ってたやつか。気持ち悪いよって俺言った気がする。ただ今回、分からせに来たのね、アイビーを。ルイの趣味を。ダメね。全然笑顔がないわ。ああ、なるほど。そういうのをなんか、内なるものを見出しに来たのか。それはおかしいですね。僕の心はこんなにも踊っているというのに。ルイじゃなかったら気持ち悪いからな。あの光景で笑顔になれるルイくらいしかいないのではないですか。もう分かられとるよ。そうですか。残念です。おお。それで、ああ、これ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 。あなたの策はこれで終わり？がっかりですわ。笑顔の私が女性たちと楽しそうにおしゃべりする、うん、その光景を見るのは諦めるの、ね、いや、さすがにこれじゃ難しいやろ。特に女子やしさ元がこうなってるのが男子ならまだわかるけど。いいえ、まだ諦めません。なんだ、筋肉でも使うかとは言ったものの、具体的な次の策は浮かんでいない。茶でもしばくしかないじゃねえか、さすがに。ああ。とっておきの紅茶を。速攻来たわ。あ、それは嬉しい。ちょっと笑顔じゃない？ありがとう。でもちょっと笑顔やん。うん。女子はもうチャーシューばかしときは間違いねえんか、この世界。どうしたの？だいぶ笑顔やったぞ。今、アイビー王女。少し微笑んだ気がします。普通に可愛かったね。そう。楽しみなことはほころぶか。アイビー王女、紅茶がお好きなので。好きそうやな。ええ、けれど微笑んだ理由は紅茶ではないわ。あ、でも自覚あるんだ、微笑んだっていう。こんな私なんかの笑顔が見たいと手を焼いてくれるルイがおかしかったのね。もうなんか女子として持ってかれとるやん。おかしいことなんて何もありません。王女の笑顔は口説きに行くこいつ。さ、ちょっと微笑んどる。あ、また少し笑顔になりましたね。うえこいつ。もういいでしょ。やばい。早く紅茶を入れてほしいわ。アイビーが持ってかれてしまうこいつに。かしこまりました。プレイボーイすぎる。まずいな。侵入軍が全部ルイにやられてしまう。お、同僚の二人か。いやー、ちょっと夜さん露出が減って最近ね。悲しいわ、俺は。あと、言ったそばから脱いでいく。あの食事をしている男女。あ、そういう趣味あるんだったわ。クロエも。女の子が男の子にあんして、男の子がそのお返しをして。子供かな、カップル？あ、男女か。結構大人か。仲睦まじくて素敵だわ。まるでおとぎ話に二言目には王子様と王女様みたい。おとぎ話で使うな、本当に。確かに素晴らしい光景ですね。見ているだけで胸が高鳴ります。もう肯定しとけ、肯定。すいません。たまにはこうしてまだちょっと痰が絡む光景を眺めるのも悪くないですね。男女でも OK なのか。どうした？あら、悪くないと言った割にはあまり満足していない。男には興味ないんやろ普通に。すみません。やはりいつもよりは正直か。やっぱり女の子だけの集まりの方が。やっぱこっちの夜さんでもいいな、見た目が。なんであんな着込んでしまったんや。そうではありません。僕が物足りなさを感じているのはクロエさんが原因なんだと。また口説いていくのか。私が原因？どういうこと？クロエさんは皆さんから慕われていますか。この性格ならな。いつも仲間たちが集まってきます。大体なんか肯定してくれそうやしね。
言ったこと。ルイもそうかな、やっぱ仲良さそうにしている。その光景のなんと素晴らしいことか。なるほどな。クロエのこと普通に好きなんじゃないこいつ。可能ならば永遠に目に永遠それほどまでに僕に幸せを与えてくれていたの。半分プロポーズしないかそれ。ですがその反動でしょうか、なんだか。いやいやもう告白地味てきとるどんどん。ありがとう。一応褒められているのよね。褒めとるってかもう告白よ。でも他の子に今みたいなことを言うのはダメよ。気持ち悪いからか。同じ趣味を持っているからこそ私には理解できたけれど、普通の子はただの変態さんの独白にしか理解力があるね。肯定してくれるね全部。肝に銘じておきますね。あ、でもこのルックスも許されとるよな、あるいは。それじゃそろそろ行きましょうか。先ほどから素敵な男女が これがアーダーみたいなやったらもう終わりよ。だってこれ以上邪魔をしては気の毒ですね。場所を変えましょう。次はどこに視察に行くんかね。普通にお似合いやな。ルイクロエいいね。なんか結構減ったな。スタールーク、兄ちゃんじゃなくて、弟同士か。スタルクフォーカーと。またネガティブなこと言うのかな、僕なんて、つって。もう自信満々と自信ないないやからな。どうしたっていうのさ、正反対。なんで逃げようとするの。苦手そうやな、普通に。だって、フォーカート王子はあまりにも僕と違いすぎて、一緒にいたら失礼のような気がしているんです。どっちも指に関しては引けを取ってないぞ。そんなことあるわけないって。もう2大指のスタメンといえばこいつやなって人らも。ちょっとエイティエには申し訳ないけど。それに俺とスタルーク王子って似ているところがあると思うけど。弟とか指とか、ほら第二王子的な立場とか。俺は第一王子だけど、うちは女王制だからね。ああ、もう確定で女が上に立つんだ、ソルムは。そうですね。うん。どんどん沈んでいく。あれ、なんでため息出ちゃってるんだろう。大変やな、スタルークをと仲良くなるのは。育った立場が似ているというのに。どうしてこうも違うのでしょう。何やったやろうな。もっと調子乗ってもいいようなもんやけどね、王子って。まあ、兄ちゃんがすごすぎたか。ディアマンドな。ホガート王子は気さくで人付き合いもよく、僕は陰気で人付き合いも得意じゃない。いや、これからよ。案外そう、自分こんな活動してますけど、もともとは多分というか間違いなく人見知りですし、そう、小3ぐらいまでなんか店員さんにすいませんとか声かけるのもできんかった気がする。それが今じゃこれですからね。どっかで何か一念発起じゃないけど、なんか変えようと思っ、徐々にやったところもあるかもしれんけど、やっぱ気持ちじゃないかな。ま、そんな願望というか。むしろ好きだよ。すぐ告る。好き？やめてください。僕なんかにはもったいない感情です。え、ダメだ。気持ち悪くないか普通に。これ以上は危険すぎます。あ、ちょっと AT フィールド貼っとけ。ん？何が危険だっていうのさ。もう誰に対してもやっぱ好き好き言うやな。それですよ。そんなに眩しい目で僕を見ないでください。もともとキラキラするしな、この国の王族。ホガート王子の善良な心の光が僕のゴミクズのような心を照らし出してしまいます。一回メンタル交換したら。早くここから逃げ出さなければ。口に出さんでよくないかそれ。ごめんなさい、さよなら。スタルーク王子は面白いな。もういいおもちゃができたって顔しとるな。次は宴でも誘われるか。いや、
これはこれでいいバランスが取れとるからな。フォガートがやっぱな、チャラい系、チャラ枠は絶対一ついるな。じゃあフォガート、セリーヌ、まあ、前回一緒に出演させたせいか、これ。セリーヌ王女、今日も可愛い。秒で褒めていくな。こんにちは、フォガート王子。うん、まあ王族同士ならそういうたしなみなんかな。こんにちは。うん。可愛いって言ったことには反応してない。聞き慣れすぎとるやろそんなもん。フォガート王子のお世辞にいちいち反応していたら暴れてしまいます。まあある程度仲がいいって設定でもあるのか、すでに。お世辞じゃないんだけど信じてくれない感じか。うちの女子陣もルックスが高いからな。まあどのファイアエンブレもそうやけど。そうだ、今からお茶でもどう？セリーヌ王女は紅茶が好きなんでしょ。もう断る理由なくないかこれ。え？うん、茶のことしかねえからな頭。ソルムとフィレネの王族同士交流を深めるのも大切だと思う。まあそ、同盟を結んでたけど、やっぱその本人当人同士たちとか交流ないって話しちゃったからね。価値観の違いとかって新たな刺激にもなるしさ、お互いのためにもなると思うんだけど、うん、まあ個人的にもあれかもしれんけど、外交としてやるべきやわなこれ。交易で栄えたソルムの新しい考え方ですね。ああ交易でもうまくいってんのか。そういうこと。ああだから金銀財宝がいっぱいあるってことか。こいつの結構アクセもすごそうやしな、首とかね、あの冠の方も全部純金かな。ですがごめんなさい、今日のところはお断りですね。おい、茶出せばすぐ来るやつじゃないかこいつ。フィレネの民は本来牧歌的な生活を好み、あまり冒険に出る気質ではないので。今から冒険が始まるのか。俺だ。冒険ってこと。そういうことやな。それもかなり RPG。それでは。しれっとこと断ってた。おお。おりゃ、本当に行っちゃった。へえ。もう少し時間をかけないと無理。あ、ちゃんとなんかかわすあれもあるんだ。さすがはフィレネの大事王女。簡単には懐に入れてくれない、ね。やるね。茶の漢字一文字出しときゃ何でもいけると思ってた。ほうほう。じゃあボネアルフレッド馬馬同士っていうか、なんか。そもそもなんか出身フィレネになるんじゃないの、この肌の感じとかさ。それかな。アルフレッド、アルフレッド王子、少しだけお舐めしてもよろしいですか。あ、これがこいつのキャラだっけ、この何でも舐めたがるやつ。いきなりどうしたんだい。料理が得意すぎてなんかそういうあれだっけ。申し訳ございません。言葉がだいぶ足らんな。いつも身につけていらっしゃる花飾り。はあ。その花の味が少し気になってしまいました。飾りやからだ。そのはなんか味とかないんじゃないの。花の味見をしてみたいと。今花は咲いてなさそうやけどな。あのクラッシュ事故なら頭お花畑になったけど。失言です。あれ。どうかお忘れください。もう使うの。ボネは線どこやったっけ。最近充電しないよ確かに。構わないよ。装飾の衣装となった花を後日国から取り寄せよ。ほう。ああ、もの素材じゃなくてちゃんとした花をね。それなら味見をしてくれて構わない。うん。恐れ入ります。話が早かった。しかしそれはそう。あ。忘れとったわ。筋肉忘れとった。素晴らしい。それは美味しそうという。そう捉えられてもいいよな多分。あ、違うよ。お、違うんだ。言葉そのままの意味だ。まあグレートナイフって言うからね。肉体はある程度、ね、できてないと。僕はどうやら
筋肉がつきにくい体質なので、なんか病気やったとかやったよね確か。君のような肉体が羨ましいんだ。うん。体質。それなら。お。食事改善できるかもしれません。料理が得意だから。そんなこともできるのか。もしご興味がおありでしたら、私が料理を作ってみますか。おお。これはいい関係になりそうやね。本当かい。それはぜひお願いしたい。全然そっち系は疎いけども、やっぱなんだっけ、コミットするやつ最近 CM 見てないな。あれとかやっぱご飯とかまで強制させられるってあれやしね、パーソナルトレーニングってやつか。わかりました。うん、花のお礼に。これはいいのと出会ったかもね、アルフレッド。材料を用意しなくてはならないので、少し。言うてブロッコリーと鶏のささみと、あとなんだっけ、なんかそんなばっかりよね。ビルダーの食い物。すまないが、よろしく頼む。もう食事は味を楽しむもんじゃなくなってるって印象が高いかな。お、ラストかな。アルフレッド・バンドレ。こんな初期メンツの二人がようやく。バンドレ、あなたに謝りたいことがあるんだ。何系だ？ルミエル？謝る？アルフレッド王子、何をですか？本当だいぶ初期に見とかんないやつやよね、これ多分。僕には大きな罪。はあ。あの時。ああ、やっぱ。に到着しているめちゃくちゃ序盤の。助けられた。今さらすぎんか。ルミエル様、バンドレの大切な主君だ。本当にすまなかった。いや多分まあ無理じゃないか。だってあそこ出てきたのベイル、遅かれ早かれじゃないか。アルフレッド王子、そもそもだってリュールをかばって行ってしまったしね、ママは。ルミエル様を守れなかったのは私も同じ。いえ、進化だった私にこそ大きな責任があります。せめぎ合いじゃない。せめ、違うな。なんて言うんだろう、これ。出てきません。続きます。気に病むことはありません。どちらも譲らん感じかね。しかし。アルフレッド王子がいらっしゃらなければ。ああ、それはある。あの時負けていた可能性は。完全に兵力差あったしな。感謝することはあっても恨むことなどあるはずがありません。負け取ったらそれまでやったしな、完全に。そうか、ありがとう。バンドレ、また話をしに来てもいいか。ここはいい関係になりそうやね。もともとなんか近い感じはありそうやけど。その時はルミエル様の楽しい思い出話をしましょう。楽しい、切り替えてこう。バンドレなんかもう人生、要はクランあたりのちっちゃい子供の時からずっとこの年になるまで第32代やってきとるってことやよね。はい。その方がルミエル相当な思い出ありそうやね。はあ。続きが気になるぜ。てか結構あるな、アルフレッドだけでも。全部見て。これだけでも結構時間かかっとるしな。そもそも解放するのが大変やしね。よし、じゃあ青い吹き出しを全部見て、マスター・プルフ凍ってクラスチェンジして終了かな。それまでにコントローラーの充電が持てばいいんですけど。さあ、結構こう青い吹き出し、あ、集まってくれてる。逆にこっちに助かる。あ、そうそうそう、アイビー、そうそう、アイビーベルト、そう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 、それそう、これ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 。そうね、オルテーシャと共にいられて本当に嬉しいわ。ありがとう神竜様。これだけか。で、できればこれを上げまくってアイビーの B 出したかったんですけど。で、ベレット。ああ。幾度か敵対してしまったが、本意ではなかった。やっと戻るができて、嬉しく思う。あ、意識はちゃんとあるんだ。
リーフもそう言ってたっけ、敵だった時。で、ここに、ああ、俺天使やか。どうしたこんな、いじめられたか。ここに来られて、お姉様といられてとっても嬉しいわ。あとはロサードとゴールドマリーが無事でいてくれれば。もうなんかカジュアルな服してるな。だいぶロックテイストな。なんかロックバンドにおりそう。あ、あれこれだけか。吹き出し。あ、俺。あと一人、通路におる。あといつもの、これ牛乳じゃねえか。卵でした。鳥が産みつけとるのか。で、これ誰か。花月。さてさて。アイビー様とオルテンシアムが再会できて嬉しいの。アイビーさんはものすごく心配されておったのじゃ。そうやな。姉ちゃん、よし。ワンちゃん殺されとっても不思議じゃないしね。あんな。王族、まだ、姫レベルは王族あっじゃないんかね。よし、じゃあ、お道具屋行って、おマスタープルフを、輸送隊。いや、供給がありがたいね、本当に。チェンジプルフ死ぬほど溜まっとるし、11個。これもあんま考えんでいいな。この分なんかやっぱ緩いよな、ルナティックといえど。金サフとかもっと困らせてくるタイトルもあるしね。よし。じゃあ、ミスティラかな。いや、さすがに踊るは不便よな。これか、ピッチフォーク。じゃあ、クラッシュにします。いや、かなり強くなるな。速さ2ポイントとか上がるし。まあ、ハルバーディアって認識でいいんかな。イベントもちょいちょい現れるし、お、だいぶ豪快だったな。横の何かが、ふさふさになったあとなんだろうな。玉増えた？アクセサリーの。踊るが増えるわけじゃないよな。あと誰だ？これは上級職やしね。あとはもう、あ、むしろ、もうなんか過去にいた目、あー、オルテンシアか。これも下級職やよね、テイマン。あー、スレイプにリアット、うわ、速さ高。21。守備うんこだよね。どちらか、姉ちゃんが魔法使いとしたら、妹は杖使いなんのか。どちらかというと。杖 S になるしね。これやっとくか。こんだけ速さ高いと普通に強いわ。結局速さげなとこあるしね。おぉ。ピンクなった。なんかだいぶ和風感出たな。紅白。紅白感一気に出たな。和テイストがすごいね、なんか。和洋折衷やな、まさに。だからスタメン枠はもう、オルテンシアも、きち、いや、メリーも強いしな、普通に。ミスティラより、あ、でも杖、魔力そこまで高くないよね。15。きらめく威力。あ、射程位置とかも強いよな。杖で妨害とかしてくれる係としてはいいのか。いや、なんかサクッと終わったな。やりたいこと。ってことで、あれですね。リンが10になったので、スタルーク。10以上活かせるために、これは解放しないとやな。流星弾も手放せんしね。さらに強くなるんならもう、やるべきでしょう。はい。というわけで次回、ガイデン、リちゃんですね。その次、ガイデン、違う、シリでしょうか。のカミラさん行って、で、次、メインストーリーかな。
セールで見れるっけ。あ、廃墟のダンサー、次踊り子もしかして。廃墟のダンサー、踊り子先もありじゃないか。え、戦術の幅が出るからね、一気に。迷うな、また。メインストーリーもちょっとありやぞ。いや、でも、リンのレベルが止まってしまうのか。やっぱリンかな。いや、次、で、次、ダンサー、いや、踊り子はすぐいるやろ。多分そうかな。はい、そんな感じです。はい。したら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。